活動は朝ごはんを作ろう。みんなも朝ごはん食べてきてると思いますが、じゃあ朝ごはん食べずに学校に来ると体は動いていても脳みそは寝たまんまだから、お勉強してもなかなか頭に入ってきません。あ、もう色変わった、ね、ほらちょっと濃くなったね。緑色濃くなったよ、見て、ほらこうやってこうやってあ、でもなんか見たことあるよね。いい？じゃあみかん全部、はい、でも6等分してください。はい、これだけの作業をします。ではまず、これは本当に人気の講座にさせていただいて嬉しいんですけど、抽選で大体ここ36人定員なんですけど、70人以上の申し込みがあって、みんなにやりたいっていう楽しみな活動にさせてもらっていることが何よりも嬉しいです。今は本当にそれが一番嬉しいですね。お家でなかなか包丁を使ったりとか、火を触ったりってなかなかやってないみたいなので、ここでこう実際に大きい子と小さい子が力を合わせてやるっていうことが本当に楽しいんではないかなと思うんですけど、プラス食べることで料理の講座は本当に人気ありますね。私長いこと公立の小学校に勤めていましたけれども、こういう経験ってなかなかできないんです。いろんな業種の方と触れ合ったりとか、自分がやったことないことをやるっていう体験は本当に将来につながる大事な活動だと思っているので、とてもいいことだと思っています。して作れたので美味しかったです。とても簡単に作れるので家でも作れるかと思います。いろんなことを体験することを通して、やっぱ自分に刺激をいっぱい受けてもらいたいですね。それを吸収してこれからの判断の材料にしていってもらいたいなという気持ちでやっています。将来何に就こうとかそういうことを本当に考えると思うんですけど、こんなお料理屋さんがこんな風にかっこよかったとか、そういうものを見るってとっても大事だと思うので、あと地域に密着でやらせてもらっているんです。岐阜県の工場とか岐阜県のお店とか、自分たちの地域を愛するっていう意味でも広く知ってもらうためにずっと続けていきたいなと思っています。